司会師の中でも、女性の方がいらっしゃると思います。司会師として、そして女性として、その生活のバランスっていろいろ難しいと思います。今日はそこを聞きたいと思います。福祉歯科クリニックの愛先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。愛先生、ぶっちゃけ、はい、司会師としての仕事があって、子育て家庭があって、どうです、大変ですか？大変ですね。どのあたりが一番やっぱ大変っていうの思います？そうですね、うちの場合は子供が4人いるので、特に、まあ、人数的にお二人やお一人の方に比べれば、まあ、倍なので大変ですね。ですよね。今一番大きいお子さんは？一番上の子が今中3です。中3、はい、で一番下のお子さんは？一番下は小学校3年生です。結構あれですもんね、まだまだ小学校とかだとね、これからですね。そうですね。まあ、そのやっぱ働いてる中で、今も愛先生はもちろん、歯科医師として現場でも働いてらっしゃると思うんですけれども、はいはい、まあ、そのバランスみたいなのってどうなんですかね。そうですね、まあ、女性のドクターはやはりお子様とかに、まあ、人気って言ったらおかしいですけど、うん、お母様方からご希望していただくことも多いんですけど、うん、子供が来る時間っていうのは自分家の子も家に帰ってきちゃうんですよね。あー、そっか、そうですよね。なのでその行動をバランス取るかっていうのはやっぱり大変かなと思います。なるほど、なるほど。まあ、今だったら愛先生いて、もちろん旦那さんの小市先生が院長でいらっしゃるんですけれども、はい、まあ、ご夫婦でね、もちろん勤務されてるんですけど、何かご夫婦で勤務されていて、こう、まあ、問題じゃないですけど、ちょっとこう、なんかあったりとかするんですか？うちは比較的少ない方だとは思うんですけれども、うん、まあ、一応院長先生なので、はい、先生を立てて、こう白黒はっきりしてっていうところは先生に聞こうってみんなにも言って、まあ私が決めてもいいような細かいことは、全部院長先生が決めたら先生大変なので私がやるっていうような、ちょっとこう分類分けじゃないですけれども、分担してやってます。そこの秘訣みたいなのってあるんですか？そうですね、まあ、よく同業の先生でご夫婦でやられるドクターの方だとかにも聞かれるんですけど、ずっといてこう息が詰まらないとか、こう嫌じゃないとかこう聞かれるんですが、適度にこう一緒にいつつ適度に離れつつっていうので、まあそれなりのバランスも今こう保っているので、それでまあうまくいってますね。なるほど、なるほど。やっぱ聞いてると、まあ、もちろんね、プライベートのご夫婦なんですけど、仕事の部分でもしっかりこう、まあ、線引きじゃないですけれど、ある程度の分担をしっかりしてるからこそ、こうバランスが取れてるっていう感じなんですかね。そうですね。まあ、福祉歯科は、大先生がもともといらっしゃって、はい、で愛先生がいて、で小路先生が来たっていう形なんですけども、ちょっとそのね、慣れ初めじゃないですけど、最初の感じはどんな感じでこう今のような形になったんですか？そうですね、もともと大学の同級生だったので、でお付き合いするようになって、まあ、結婚をして、それぞれがドクターとして将来を考えるってなった時点で、まあ、父も私以外に兄弟いるんですけれども、ドクターになった者はいなかったので、はいはいはい、どうするのっていうのを、まあ、父の方からも聞かれて、で院長先生のご実家は歯科ではなかったので、まあ、今ここの院もあるし患者様もついてるっていうことで、まあ、2人でやっていこうかっていうふうな風になりました。なるほど、なるほど。まあ、そういった経緯でこう今があるんですけれども、まあ、やり始めた当初とか、なんかこう不安に思ったこととかそんななかったですか？そうですね、まあ、大先生の院に、院長先生と私が来た当時は、私は子供がまだすごく小さかったので、まあ実際の治療とかには入ってなかったんです、でもいろんなことを決めたりするときには大先生、院長先生、私や母っていうふうにこう何人かで集まって大体細かいことを決めるようにしていて、で、まあ、大先生と私たち世代のこう、ジェネレーションギャップっていうんですかね、私たちからしたら、ないでしょうっていうのは、大先生はいや、これ普通らしいっていうので、まあ、それを、まあ
1対1でやり合うと喧嘩になっちゃうので、こう4人でこう少しずつこう意見をすり合わせるみたいな感じでね、うん、やってきましたね。なるほど。やっぱりポイントとしては、まあ、1対1とかじゃなくて、ちょっとこう複数人で話したりするっていうのがやっぱ必要なんですかね。まあ、こんな感じで夫婦で歯科医を経営されるってことになると、まあ、やってよかったなとか、そのメリットみたいなのって何か感じるときありますか？メリットっていうか、うん、まあ、私自身が一人でやるっていうのももちろん、ね、女性のドクターで院長先生やってらっしゃる方もいらっしゃいますけど、うん、はい、結構大変だろうなと思うし、うん、逆に世の中の院長先生は普通にこう一人で、まあ、院長先生やってらっしゃるんですけど、うん、そうですね、はい、結構どうしようかなって思った時に相談する相手っていうのが少ないと思うんですね。で、まあ、同業の院長先生はいっぱいいらっしゃるとは思うんですけども、院内院さんによって問題も違うし規模も違うし、やっぱりこう本当にこう今ここにある問題を解決するっていう意味では、こうアドバイスにしかならないところを、まあ、同じ立場で立てるドクターがいるので、こうお互い相談し合える、でそれを解決していけるっていうのはいいかなと思いますね。悩みを共有できたりするっていうのもね、うん、すごいいいことですよね、うん、これちょっと僕聞きたいんですけど、まあ、お仕事の場でもちろん会いますよね、うん、で、まあ、もちろんご夫婦だからプライベートで会うと思うんですけど、うん、プライベートで会っ てお仕事の話します？あ、しますね、普通に。普通にします。おすごいです。なんか僕切り替えてるのかなとかちょっと思ったんですけど、全然ご飯食べてる時に、うん、思い出したようにこう院長先生がいる今日のなんとかがどうこうでって話してくると、私も普通に答えて、で子供は黙って聞いてる。なるほどなるほど。まあでもだからこそこうやっぱり、まあ一家族ではあるんですけども、歯科医っていうのもまあまあ、潤滑にって言い方変ですけど、まあ、うまく経営できるのかなってやっぱ思いますね、うん、そしてですね、富木歯科クリニックさん、正直田舎の方にあると思うんですけども、うん、その地方での歯科医の経営って、まあ、ぶっちゃけどうなんですかね、うん、私自身が都会の院さんに勤めたことがないので、うん、あんまりよくわかんないんですけれども、うん、もうそんなにこうよその院さんと競合とかしてこう大変とかもないし、うん、まあ、それなりにいいんじゃないかなと思います、うんうん、僕いろいろ高知先生、院長の高知先生の話を聞いたり、勤務医の水越先生にも話を聞いたんですけど、皆さんですね、なんかすごく、まあ、スタッフさんも含めてなんですけど、うん、ものすごい働きやすい職場なのかなっていうのが、僕がすごく富木歯科さんの、お話を聞いててやっぱ思ったんですけれども、うん、なんかそこが僕は一番の、まあ、特徴って言い方変ですけど、うん、かなってやっぱやっぱりその今歯科医師として、うんうん、で、もちろんお母さんとして子育てもやってて、どんな感じで両立をしてるんですか？うん、そうですね、うん、私の場合は結構条件が恵まれてる、うん、まず職場であるクリニックのすぐ近くに家がある、うんうん、で、まあ、また子供も母がちょっと困った時には助けてくれるっていう環境もあるし、自分がやらなきゃいけないところでこういろいろバランスがあると思うんですけど、子どものことで優先するところは優先はするんですけれども、はいはいはい、それ以外のこうドクターじゃなきゃいけない仕事があるときはそっちを優先するっていう風で、うん、まあ、いわゆる家事、育児、うん、仕事の中で家事はちょっと手を抜いて助けてくれる人に助けてもらいます。ああ、なるほどなるほど。やっぱそこ大切ですよね。一人では全部は同じようにはできないですもんね。やっぱり、まあ、誰かに頼ることもそうですけど、まあ、でもそれあれですよね、常日頃からそういった関係性が作れるようにやっぱしなきゃいけないですね。やっぱそこがポイントですね。じゃあ最後になるんですけれども、このね動画をご覧いただいているのって、まあ、歯科関係で女医さんとか女性が多いと思うんですけれども、まあ、その方たちに向けて何か一言あったらお願いします。そうですね、まあ、女性として私が思うことは、同級生にも女性のドクターたくさんいたんですけれども、やっぱり結婚したり子供ができたりでもう今はドクターしてないよっていう同級生が結構たくさんいます、うん、でもせっかく頑張って取ったいいライセンスだと思いますので、うんうん、ぜひぜひドクター歯科医師としての仕事を続けてほしいなと思います。ありがとうございます。今日はですね、歯医者のジョイさんである愛先生にお話を聞きました。愛先生ありがとうございます。ありがとうございます。